それではまず3ゲーム練習で0-1やっていきます。はい、5マルチいきますよ。練習していきます。よし、いくよ。ちょっと練習しとかないとね。もういらない。はい、せいちゃん。はい、勝負しますか。マッチっちゃいます。マッチしましょう。マッチっちゃいますか。どうしようか。レグな7レグか。7レグで、さあ、はい、ちょっと長いのでどこかで早送りになるかもしれないです。まあレグ流してもいいんじゃない。そうですね。スタート。先行はコイントスで決めましょう。はい、これおちゃんからです。よし、ではい、7番1からね。やばい。やばいよ。ゾロジアはやばい。ドロジアやばい。シングルで曲がろう。今までね、僕らの動画の試合で全部ゾロジアしかしない。
気な音楽が流れてるんですけど、結構真剣です。あー結構戦闘風と音楽でいいんじゃない陽気なのじゃないじゃない、これは。それ違うと思う。違う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 。あ、もうダメだ。集中乱れてる。二度と見てやめてるか。これがもう泥試合感、泥試合感がもうすごいよね。成功です。はい。七連なんです。また七丸一なんです。全然もうね。ずっと七丸一でいい。俺クリケ嫌いだもん。
ばい。だけで勝ちたい。あー入らない。俺も入らない。ないな。泥試合の気合がする。ブルの女神は微笑まない、微笑まない。ナイスコン、ナイスコン、うまい。トン、あ、これでいい。フィル・テイラーさんみたいな上がり方して、ジブル、うん、ジブル。よし、ゲーム、いいゲームあった。よし、クリケット。つい。サイチャンスタート。はい。よし。このクリケットの流れが変わるの？変わる。変わる。確かにタイムダブル入ったけど、ダン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 、バラかしてちょっと調子下げて。ああ全部一気に吸い込まれた。やばい、1のトリックスの3本。
せよ、うるさい。あれ、早く、いや、ちょ、偶然18鳥入ったべ。18はキャッチってやつですね。ビビビビ、いやーいやー、いいもん、下の方で取るんで。お、加点できないパターン。なんで死亡フラグ自分で立ててんの、ね、出す時が来たら、なんで死亡フラグ自分で立てた今。おお、変わるな、これまたトム試合のリーグ。次はトム80ですかね。ダメだな、そろそろ閉じとこうか。二十邪魔だな。まだしこの試合は終わってない。
ける。なんで進路妨害しなかった俺の。いや、よし。
16と15空いてるよ。ガンガンとぞ。閉じるのやめてくれるかな。おい、怖いぞ。そこで出すか。閉じるの飲みましたよ。俺これ、初しゃみ出してください。やれよ。ボーイドボーズだ。おお。おお。今から倒すんだから、これ、ここから。うわ。ラインカードもあるんですよね。ああ、ぶれた。持ってからだ、つくしょう。さあ、これは全部閉じたから、まあ、無理。全部閉じた。あーダメ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 。やべえ、絶不調ださ、無理だよ。やっちゃいましたよ。7割1? 7割1でーす。よし。いやー、嘘だよ。俺もうここ取ってると思ったよな。2回。嘘だ、マジか。自分でも取ると思う。
をやったのにフルに入らない、うん、この感じです。なんかフルが入らなくなる感はわかる。7割強いんだろう。メンタルが崩れてきたぞ。63対3。離したな、離れたな。いや、ブルから見放されてるよ。なんか質問みたいなフォロー数できない。逆転劇をお楽しみください。あれ、その20のトリプルはいらなかったな。あれ
逆転劇かっこ笑い。ああいらないそういうの、そういうのいらない。なんだよ。そろそろお茶すりたいじゃん。お、追いついてきたんじゃないですか、これ。よかったー。これで追いつかれたらどうしようかと思った。はい、はい、あと1勝したら俺勝ちですからね。次は次はスタンダードクリケット。あ、ここで、いや、クリケクリケ鬼門だなー。そんなドロップみんな見たいか。やったんすよ。いや、ドロカンが出てきて、ピピピって言いながら投げると思います。1に吸い込まれる。
16がめっちゃ鬼門なんだけど、16取りが全然入んない。それで求めてない。勝てん、勝てん。さっきは入りすぎじゃない18取り。18。多分10点。そうだよ、閉じに来いよ。本来逆パターンの落ちだいや、これはやばいかもしれない。追いつくかな、追いつくかな。あと50点。はい。
ブルブルか。あと20点あと20点さえちゃんはね、加点はできないんですよ。できないんですよね。全部閉じるしかないです。閉じる。よし、あと15、あと15。ポイントで決められる。ポイントじゃあ勝った方が先行でいいっす。勝った方が先行でいい。で負けた方が選べ。さやちゃん先行。先行。どうぞ。じゃあ僕が、うん、クリケを選ぶと。何度クリケかけるの。これあれなんです。サナちゃん01やって、サイちゃんがクリケをやるっていうのが最強っすね。この前ダーツバー、それ結構連勝できたけどね。あんま調子乗らない方がいいっすよ。完全に分けると最強っす。自分にないんじゃない。あれ最強っすよ。あーさっきから1にすっげー吸い込まれる。
入んないよね。いや、いい勝負ですね。あ、すくしょ。2本外してんねん、さっきからね。それは良くない。よし、めんどくさくならない、15分よし。その過程は悪くない。ミスって加点っていいこれはいいよ全部ブル狙ってた。
さいちゃん、はい、見てみましょうか、レーティング見てみましょう。出てんのかな、どうだろうね。どうなんですかね。ちょっと、いや、こんなに結構苦戦したな。はい、さいちゃんのレーティング出ました。はい、なんと、はい、レーティング 6.76 でーす。いや、いや、4.9 でしたかね。4.9 から 6.7、 多分顔映ってない。多分映ってますよ。映ってる。あーめー、 B フライト上がりの、イエーヤー。レディング2上がった。イメージ2近く上がったね。いいね。いや、ブルのトライアルめっちゃやると上がることは分かったんで、なんでサイチャーそっち行くで映るかなと思って、うん、じゃああっちに戻りましょうか、はい、じゃああっちに戻ります。戻ります。はい、せいちゃん。はい、6.7 です。 6.7 まで上がりました。おめでとうございます。上がりました。1週間頑張ると、はい、4.9 ぐらいから 6.7 まで伸びるっていうことですね。そうです。上がります。上がりますね。いや、ずっとブル投げてるとやっぱグルーピング良くなんだね。そうですね、うん、今度もまた別のトライアルを最初に期待しながら行きましょうか、はい、次何やりたい。次ですか。何やりたい。今これあのカメラ回ってるから逃げれないから自分でちょっとやるの決めてよ。次ですか。次、どうしよう。次1万ブルやったしな、うん、A フライトになります。おっ、A フライト。 A フライト。 A フライトに、あ、今 B フライトだから現実味出てきたよね、少しずつね。あ、そうですね。ただ、うん、A フライトはレーティング10なんで、うん、レーティング10を、はい、いつまでやるの。1ヶ月後。1ヶ月後。はい、いいですか。日付できますよ。はい、本日、はい、6月13日、はい、ということは7月13日。7月13日。7月13日に、はい、サイちゃん A フライト目指します。目指しますよ。それでは実際、うん、1ヶ月 A フライトになってる人いますからね。あ、いるよね。あの YouTuber のもやさんとかなってますよ。あの1ヶ月になったって言ってるんで、ちょっとトライしてみたいね。はい、挑戦しますよ。はい、じゃあサイちゃんのダーツの挑戦、はい、これからもやっていきましょう。はい、はい、それでは皆さん、毎度毎度動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃない。当てた当てた。まあ、めっか。バイバーイ。